はい、こんばんは。ハレリア、アメン。YouTube。はい、こんばんは。ハレリア。そうですね、ちょっと、できましたね。はい、犬さん、こんばんは。ハレリア。12月20日、水曜日、夜の電動放送です。こんばんは、ハレリア。こんばんは、ハレリア。はい、こんばんは。今日はですね、クリスマスメッセージ、今日の朝もやったので、まあ、第3弾になるんでしょうかね。クリスマスメッセージ第3弾になると思います。今日のタイトルは「クリスマスの予言を知っていますか?」クリスマスの予言を知ってますかというタイトルですね。はい、ルブさん、にゃおこさん、こんばんは。ハレリア。今日が20日ですから、まあ、あと5日でクリスマスということです。でも日曜日がですね、まあ、イブなので、教会もですね、大体日曜日にクリスマス礼拝すると思いますので、何か今年のクリスマスは24日がクリスマスみたいな、そういう感じですね。皆さん、クリスマスの雰囲気、それは天国気分ですね。天国気分です。ジョナサンさん、こんばんは。日本の場合はですね、まあ、商業主義があってですね、26日になると急にですね、まあ、お正月気分になっちゃうんですよね。お正月気分。でも実のところ、信仰的に言うとですね、お正月も天国気分なんですね。お正月というのは、まあ、新しい時代、新しい年ということで、それは、まあ、千年王国を表すんではないかなと思われます。つまり、お正月も天国気分ということでしょうか。天国に入る。お正月を迎えるというのは、まあ、その天国に入るということを表しています。まあ、この年末がですね、古い時代、年末がその暗黒の時代、そしてお正月がですね、明るい新しい時代、新しい世界、つまり千年王国であり、天国を表しますから、そういう意味でですね、まあ、クリスマスとお正月が近いというのは何か霊的な意味があるような気がします。神様は全ての人を、まあ、天国に、まあ、招待しているわけです。そういう意味で、クリスマスを通して天国気分を知ってもらって、またお正月を通して天国気分を知ってもらいたいのではないでしょうか。皆さん、お正月というのはですね、まあ、世界でも、まあ、若干はお正月というものをするでしょうけど、まあ、日本はイスラエルの文化が入っていて、日本は特別な正月文化があるんですね。特別な、お正月文化があります。皆さんはあんまりですね、お正月気分っていうのは知らない方もいると思うんですけど、私が小さい時はですね、もう着るものから靴から何から全部新調してですね、まさにお正月はもうこの全てを新しくしたような、全て新しくするような感じでした。非常にですね、このなんてお正月っていうのは全くこう古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったみたいな、全てが新しくなるような雰囲気です。お正月気分。あやこじさん、ハレリア。まさにお正月気分は天国気分です。古いものが過ぎ去って、もう全てが新しくなる。全てが新しくなる。これはもう本当に天国気分だと思います。そういうわけで皆さん、26日からお正月気分になりますけど、
私たちはクリスマスも天国気分、そして、お正月も天国気分ということで、お正月もクリスマスも天国志向ではないかなと思います。天国志向、それは天国に向かう希望を持つということです。多くの人は、天国のことを信じませんが、天国は本当にあって、本当にあって、誰でもイエス・キリストを信じて信仰で歩むならば天国に行くことができます。イエス・キリストを信じなければ罪が許されないで天国に行くことはできません。皆さんが天国に行ってほしいのです。ジョナサンさん、賛美歌聞いてました。素晴らしいですね。今クリスマスキャロルのですね BGM が鳴ってるんですが、聞こえますか？BGM 聞こえるでしょうか？今日はクリスマスキャロルの BGM ですけど、聞こえるでしょうか？はい、それではですね、早速ですね、今日のタイトルいきましょう。今日のタイトル、それはクリスマスの予言を知っていますか？クリスマスの予言を知っていますか？聞こえないかな？ちょっと音が小さいかな？はい、それではですね、じゃあ行きましょうか。まずですね、BGM 聞こえないかな？ちょっとボリューム上げてみましょうか。BGM のボリューム。ちょっと上げましたけどね。はい、それではですね、じゃあ早速いきましょう。まず、クリスマスの予言というのは何かと言いますとですね、クリスマスの予言というのは、そのイエス様がメシアとして生まれてくるということ。旧約聖書にはですね、メシアがこういう形で来るよ、メシアがこういう形で来るよというふうに予言があるんですね。そしてイエス様が、およそ2000年前に生まれました。そのイエス様がですね、本当にメシアであるということのその証拠といいましょうか、イエス様は予言通り生まれてきたんだ、イエス様は予言通り生まれてきたということで、それで、イエス・キリストがメシアであるということの証明になるんですね。それではですね、いきましょう。まず一つ、まず今からですね、紀元前4年という話があります。今年は2017年ですけど、実際にイエス様が生まれたのは紀元前4年という考え方がありますが、まずダニエル9章24号、ダニエル9章24と25に、こういう御言葉があるんですね。油注がれた者、君主が来るまでに7週または62週の間という言葉があるんですね。で、1年を360日ですが、というふうに、旧約では、カウントするんですけれども、そうしますと、計算しますとですね、ちょっと私ここのとこはあれなんですけど、正確には皆さんに言えないんですけども、62週は434年と考えます。62週が434年。ごめんなさい、どういうふうに考えるのかな。はい、62週が
434年。そうするとですね、7週足す62週で483年になる。そうすると483年後となると、アルタシャス王から帰還命令が出てから483年後が AD26 年、紀元26年ということなんですけど、そうするとイエス様は BC4 年に生まれたので、AD26 年は30歳ということで、まさしくメシアが AD26 年に来るということが、まあ、ぴったしというふうに考えます。これがまず一つ目の予言ですね。いつメシアが来るか、いつメシアが来るか、それがダニエル書9-24-25によると7週と62週ということで、483年ということですね。はい。そしてイエス様が生まれた時にですね、東方の博士たちっていう、皆さん知ってる人は知ってるんですけど、東方の博士たちが3人来ますよね。だからその東方の博士たちが、まあ、ダニエルのそのところを読んで、この来たということも考えられますね。東方の博士たちが、東の方でその星を見て、そのベツレヘムに来たということなんですね。はい、それがまず、一つの予言です。その次は2個目ですね。イエス様はベツレヘムっていうところで生まれたんです。ベツレヘムは昨日もちょっと紹介したんですけど、エルサレムの南10キロぐらいのところ、ベツレヘムの南10キロぐらいのところにベツレヘムがあって、そこで生まれました。そしてベツレヘムっていうのは何かというとですね、ダビデの、まあ、故郷っていうか、ダビデの生まれ育った場所、まあエルサレムをダビデの町ですが、このベツレヘムをダビデの町なんですね。まあ、このベツレヘムの方が、まあ、まさにダビデの故郷という意味ではダビデの町です。そしてベツレヘムはじゃない、エルサレムはダビデが作ったダビデの町、ちょっとややこしいですよ。ダビデの町が2つあるんですね。ダビデの町が2つあります。ベツレヘムもエルサレムもダビデの町なんですね。ちょっと私もちょっと混乱しましたけど、両方ともダビデの町です。そしてミカ書の5章2節、ミカ書の、その5章2節に、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔から定めであるという御言葉があります。つまり、そのメシアはベツレヘムから出ると書いてあるんですね。で、事実イエス様は、ナザレにですね、まあナザレに、ヨセフとマリアがいたんですけど、まあ、人口調査のゆえに、ヨセフの、ね、伊藤さん、ハレリア、こんにちは、こんばんは。ヨセフとマリアはわざわざナザレからベツレヘムに、人口調査の登録に来ます。そしてその時にイエス様が生まれるんですが、
いいですか、ここは大事なポイントかもしれません。ダビデも、まあ、ベツレヘムで生まれたんです。いいですか、ダビデもベツレヘムで生まれました。そしてイエス様もベツレヘムで生まれます。これはダビデがイスラエルの王だったんですね。ダビデはイスラエルの王でしたが、イエス様もイスラエルの王です。ですからダビデと同じベツレヘムで生まれるというのは、これはまさに、イスラエルの王にふさわしい場所だ、イスラエルの王にふさわしい場所として、ベツレヘムで生まれるということです。そしてミカ書には、ミカの5章2節にはその予言があるんです。メシアはベツレヘムで生まれる、メシアはベツレヘムで生まれる、まさにこの予言も成就したんですね。この予言が成就しました。2つ目です。で、3つ目ですね、3つ目、はい、イザヤ7の14、イザヤ7の14に何て書いてあるかというとですね、ちょっと読みますね。イザヤ7の14、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマニュエルと名付ける。ですね、この処女が身ごもっている、普通はね、処女が身ごもるってことはないわけでしょ、処女が身ごもるってことはありません。でもこのイザヤ書には処女が身ごもるって書いてあります。そしてなんとマリアは処女で身ごもったんですね。聖霊によって処女マリアは身ごもったんです。イエス・キリストは身ごもったんですね。まさにこれはものすごい予言の成就ですね。ものすごい予言の成就。処女解体という言葉がありますね。処女解体。それは、イザヤ書の予言通り、イザヤ書の予言通りに、マリアは、処女マリアは、妊娠しました、ね、処女マリアが妊娠しました。これ3つ目の予言の成就ですね。そしてもう一つ、インマニュエルってありましたよね。インマニュエルというのは、神はね、人々の間に住まわれるかな、神が人々の間に住まわれる、ちょっと待ってください。インマニュエルっていうのは、神我らと共にいますという意味ですね。神我らと共にいます、つまりイエス様は、ね、そのまさに、神であられる方なんですけど、私たちのところに来てくれた、神であられる方が人となって私たちの中に、いてくれる、それがインマニュエルなんですね。ですからその名をインマニュエル、イエス様はインマニュエルっていう名前だということですね。はい、そして次の予言いきましょうか。次の予言ですね、イザヤ9の6、イザヤ9の6を見ると、イザヤ9の6、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、
主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義とによってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。はい、この緑子っていうのはですね、まあ赤ちゃんのことですね。赤ちゃんのことを、まあ、緑子という言い方があるんですね。伊藤さんこんばんは。それでですね、主権はその方にあるとか、平和の君とか、力ある神、まさにこれイエス様のことですよね。このイザヤ9の6もイエス様の予言です。クリスマスというのは、皆さん、クリスマスというのは一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の緑子が私たちのために生まれる、これがクリスマスです。クリスマスは、これも成就しました。イエス様は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、まさに、イザヤの予言が成就しました。それから次は、はい、これがですね、イエス様が生まれる時の、生まれる時の予言の成就です。クリスマスはまさにメシアの誕生なんです。旧約聖書の予言が成就した、旧約聖書の予言が成就した、メシアの誕生なんです。メシアの誕生なんです。イスラエルの人たちも、まだメシアを待っています。まだ救い主を待っています。今日の予言を見てですね、そしてイスラエル、イエス様が本当に予言が成就したということを教えれば、多分多くのユダヤ人はイエスキリストを信じるようになると思います。今日の予言をイスラエルの人たちは知っていると思いますが、そのイエス・キリストがその予言を成就したということを知らないんですね。イスラエルの人たちは新約聖書を悪魔の本と言って、全く読もうとしないんです。ですからイスラエルの人たちがですね、新約聖書を読んだらば、もうすぐにクリスチャンになると思います。なぜかというと、その予言が成就しているからなんですね。ジュロンさんさん、人生が苦しいからこの放送に来ました。アメン、アメン。ジュロンさんさん、なぜ人が苦しいんですか？なぜ人が苦しいんですか？それはイエス様から遠く離れてるから苦しいんですよ。イエス様に近づくならば、イエス様の言葉を聞くならば、苦しみがなくなってくるんです。イエス様に近づくならば、心が平安になり、苦しみが減って喜びが来るんです。喜びが来るんです。誰でも誰でも、苦しい人はイエス様に近づき、イエス様の、声を聞くならば、イエス様の声を聞くならば、心が平安になります。ジョナサンさん、賛美歌を聞いてるならば苦しみが減りませんか？御言葉を聞くならば苦しみが減りませんか？減ります、減ります。多くの人はイエス様から離れてるから苦しいのです。イエス様から離れてるから苦しいのです。イエス様に近づくならば、イエス様の御声を聞くならば、元気になるんです。元気になります。では、角部行きましょう。
クリスマスの予言が成就した角部、旧約聖書のクリスマスの予言が成就した角部、ちょっと最後が音が悪かった、申し訳なかったですね。最近ちょっと音が良くなってきたんですけど、ちょっと最後は良くなかったかもしれません。はい、それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様は予言されてたことが本当に成就して生まれてきたんだということが分かった。イエス様を本当にイスラエルのメシアだということが分かった。イエス様を信じて、イエス様はすべての人の救い主だということが分かった。イエス様を信じて、イエス様によって救われたという証。イエス様によって苦しみから救われた。虚しさから救われた。罪から救われた証。スタート。あやこじさん、アメン。伊藤さん、イエス様以外に誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。アメン。この放送でイエス様の週末、イエス様のおかげで嘘をつかなくなりました。綾小路さん、自分のクリスマスは欲望に満ちています。神殿で両替商を叱り飛ばしたイエス様の気持ちが分かりました。騙されても許せるようになりました。浜崎さん、今日の朝の夢でイエス様が出ました。幸せでいっぱいです。この放送でイエス様を知り、真の愛を知りました。アメン。この放送のおかげで万引きをやめれました。日本人から受けてきた差別を許します。綾小路さん、信仰で迎える本当のクリスマスをとても楽しみにしています。イエス様を信じて初めて本当のクリスマスを迎えることができます。イエス様を信じて本当のクリスマスを迎えられます。節子さん、イエス様を信じて偶像崇拝から離れ、イエス様のもとにいられます。感謝します。アメン。偶像崇拝から離れること、偶像崇拝から離れること、すごく素晴らしいです。クリスマスは家族でこの放送を見て笑おうと思いました。いいですよ。この放送でイエス様の存在を知り、涙があふれ止まりませんでした。イエス様を信じてよかったと最近思えるようになった。この放送で聖書を読み、賛美歌を聴くようになりました。ハレルヤ。
イエス様と出会えたことがクリスマスプレゼントでした。良さに必要なのは祈りだと分かった。キリストを信じることができました。この放送でなぜか知らないけど神を信じようと思うようになりました。何度でも何度でも何度でも祈ります。イスラエルのために毎日祈るようになりました。アメン。素晴らしい。イエス様がそばにいるから寂しくありません。ジョナサンさん、イエス様に愛されたい。イエス様に愛されたい。愛されてますよ。愛されてますよ。あやこじさん、この放送を知るまでは何をしても虚しかったです。今は何をしていてもイエス様を感じて、喜びと癒しを感じています。アメン。アメン。アメン。無職だけど信仰があるからまあいいかと思いました。イエス様に会えてよかったね、きっと私。天国大学に入学して大正解でした。日本もエルサレムを首都と認めてほしい。キューちゃんにもイエス様のご加護がありますように。ありがとうございます。ジョナサンさん、すべて自分を苦しめてるのはうつ病です。イエス様がうつの悪霊を追い出してくれます。イエス様がうつの悪霊を追い出してくれます。神を信じて嘘をやめようと思いました。一番必要なのはイエス様への祈りだと思えるようになりました。イエス様のことがどんどん好きになる放送です。うちの学校でもこの放送の話題が出ます。この放送でキューちゃんは自由な人だと分かった。誰でもイエス・キリストに会って自由になります。誰でもイエス・キリストに会って自由になることができます。イエス様のことを考えると心が落ち着きます。十字架を信じれば間違いないと思った。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージ。歴史の中心に十字架があります。世界の中心にエルサレムがあります。
私たちの心にイエス様がおられます。私たちの人生の中心にイエス様がおられます。宇宙の中心にイエス様がおられます。イエス様はすべてに勝る唯一の、初めのお方、一番のお方なんです。イエス様によのために万物は作られ、イエス様によって作られ、イエス様に保たれています。にゃおこさん、今夜の予言の話をまた父に伝えようと思いました。アメン、アメン。ジョナサンさん、安楽死ダメですか？ダメですよ。ジョナサンさん、イエスキリストにあって生きてください。死んではいけません。イエスキリストにあって生きてください。イエス様は命の方です。イエス様は永遠の命をくださるんです。イエス様ご自身が永遠の命です。クリスマスは神様からのプレゼントであるイエス様をもらう季節です。イエスキリストを信じるならばイエス様をもらえるのです。永遠の命をもらえるのです。死んではいけません。永遠の命を受け取ってください。永遠の命を受け取ってください。誰でも誰でも永遠の命を受けることができます。イエス様が最高のプレゼント、イエス様が最高のクリスマスプレゼントです。拒絶してはいけません、受け取ってください。受け取ってください。永遠の命です。永遠の命です。永遠の命を拒絶してはいけません。イエスキリストを信じるというのは永遠の命を受け取ることです。永遠の命を受け取ることです。皆さん受け取ってください。受け取ってください。クリスマスはクリスマスはその天国気分ですけど、すべての人がイエス様に出会う機会でもあります。すべての人がクリスマスを通してイエス様と出会うことができます。イエスキリストを信じることができるのです。イエスキリストが信じることができる季節、イエス様を信じやすい季節、イエス様のプレゼントを受け取りやすい季節です。皆さん受け取ってください。永遠にたった一回の人生、永遠にたった一回の人生、イエス様を信じて永遠の命、永遠の命、地獄行くのではありません、天国に行って、天国に行って永遠に生きることができる永遠の命を受け取ってください。そうすれば虚しい人生ではなく希望と喜びに満ちた人生、希望と喜びに満ちた人生を始めることができます。今日の放送を聞いて、あ、本当にイエス・キリストの誕生は旧約聖書の予言通りだということが分かった、まさにイエス様は予言されたメシア、予言されたメシアだということは分かった、イエス様はなんと素晴らしいお方、神様に、予言されている本当のメシアだ、神の子だ、私を救いに来てくださったお方、私のために十字架にかかって死んでくださったお方、この方を信じていこう、この方を信じていこう、この方を信じていこうと決心する人、アメン、アメン。今までは自分一人で生きていたけれども、これからはイエス様を信じて、イエス様と共に歩んでいこうと思う方、アメン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 。天のお父様、感謝します。
およそ2000年前にあなたはこの地上に来てくださいました。それは私たちのために十字架に疲れて死なれるためです。私たちを生かすためにあなたは死なれました。私たちを救うためにあなたが犠牲になりました。その十字架の御業、その素晴らしいあなたの犠牲、心から感謝し褒めたたえます。十字架の御業を褒めたたえます。神の栄光です。神の愛です。なんと素晴らしい神の愛でしょうか。罪人のために、罪のない方が犠牲になる、罪人を救うために罪のない神の子が犠牲になる、これ以上の栄光はありません。これ以上の愛はありません。イエス様、私たちは十字架を見上げて悔い改めます。十字架を見上げて悔い改めます。私たちの罪を許してください。私たちの罪を許してください。今アーメンと言った方々の罪が許されますよ。そしてイエス様を受け取ります。最高のクリスマスプレゼントであるイエス様を受け取り、永遠の命を受け取ります。永遠の命を受け取ります。イエス様、あなたを受け入れます。信じます。私たちの罪を許してください。私たちの罪を許してください。日本を救ってください。日本を救ってください。日本を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日の朝7時にお会いしましょう。おやすみなさい。シャローン。おやすみなさい。シャローン。アーメン、アーメン、アーメン。シャローン、シャローン。